日本岡山県瀬戸内市屋長尾張屋長尾張は岡山県瀬戸内市の大技である。同市の市役所の所在地。また、かつての屋長、奥村及び軍政時代の奥軍の各役場所在地。瀬戸内市新設以前には尾張と称した。現在でも一般的に尾張と通称される。明治前期以前は奥軍に属し尾張村と称した。 古くは承知とも表記され、また、お針とも訓じられた。郵便番号は、郵便番号701-4221。セット内シーズンは、奥軍奥町で、町域の中部にあたり、仙町平野の中央にあり、東西に長い区域をしている。最大時、鶴見今の主要地報道に沿って、町筋を作り、区域の西部は、郵便局や学校などが集まる、 周辺地域の中心地である。一方、東部では船長川を境界線とし、幹線道路沿線以外は田園地帯となっている。和名称に乗る備前国奥軍の尾張里の一部であったと言われ、同郷の尾張地であるとされる。慶長十年、備前日高物成町では、尾張本の中に、宝松、尾張、山手、豪村、縁張り、笠加下、笠加城の七、 村が含まれている。この地方一帯は古代に開発された干拓平野と言われ、奥軍誌では参考文献として、当地所在の白稲荷大名人の演技を挙げ、それによると、高齢天皇の代に大地震があり、この地方が陥没、海に通じる大沼となったとされ、それを大久のの海と呼んだ。純奈天皇の代になると、沼の北岸にある、 小地上の小物頭、田原東田夫が署名を受け、天朝5年に沼の開墾に着手、白稲荷大明神の加護により開墾に成功したと言われる。この文献は、後世の記述の跡が一部伺えるものの、開墾年代自体は平安時代初期であると推測される。また、尾張の集落には、周囲の地と同様二条理に寄生された跡が見られる。江戸時代には、 終わり村といい、岡山藩の領分。日比温湖には、岡山京橋まで4里、高 2, 国高2315国にと2章、大畑140町九丹三法藩、八数188件、男女1052人とある。枝村に、小物屋村があった。明治22年6月1日、町村正志向により、奥軍を終わり、豊康、山田章、山手の四、 村を合わせて、奥村と称し、終わりに村役場を置いた。軍政時代には当地に、奥軍の軍役所が置かれ、一体の政治、経済の中枢的存在となった。昭和27年4月1日、林村と合併して、調整を実施。その後2回の合併を経て、昭和33年4月1日、新たな屋長になった。その後、平成の大合併により、 奥群町船町、牛窓町と合併し、瀬戸内市を新設、同志役所が、当地の旧奥町役場に置かれた。明治以降、現在まで、奥群地域の中心地として続いている。昭和中期頃までは米、麦、寒暑、バレー諸島を主要産物としたが、現在は衰退し、郊外において、稲作が行われている程度である。針は、春から来ていて、 春とは土地を開拓することである。開墾地、深海地をお針と称し、終わりや承知などの地を当てたと言われ、後に終わりの表記に固定されたと推測されている。ありがとうございます。